スノーマン渡辺翔太、負けないところは、B 式、チャンプ役に森本慎太郎を迎え、ドリームボーイズ、で主演。ドリームボーイズ、制作発表が29日、東京都内で行われ、出演者の渡辺翔太、スノーマン、と森本慎太郎、ストーンズ、が登壇した。本作は、2004年に滝沢秀明主演で初演されて以降、20代のジャニーズのタレントによって演じ継がれてきた舞台。19年からは演出を堂本光一が担当している。20年目を迎える今回の公演は、主演に渡辺、ライバルのチャンプ役に森本を迎えて上演される。渡辺は、堂本から出演の打診をされた時を振り返り、一度、お断りをさせていただいたんです。歴史のある舞台でもありますし、帝国劇場という歴史のある、みんなが憧れる劇場なので、そこに僕でいいのかなっていう不安感があり、僕じゃないんじゃないかなって、と明かした。続けて、なにわ男子とかどうですか?とお話ししてたんですが、後日、また光一さんが、やっぱり渡辺がいいんだ、と言ってくださり、心を動かされました。メンバーの目黒蓮にも相談したら、渡辺ならできるよ、